こんにちは。樋口一葉作「ゆく雲」の八回目をお送りします「主席によりて人の顔つきを思いやるは」は名を聞いて人の善悪を判断するようなもの当代の能書に成平様ならぬもおわしますぞかしされども心持ち一つにて 悪質なりとも身上げのしたため方はあるべきと達者めかして筋もなき走り書きに人読みがたき文字ならば線なしお作の手はいかなりしか知らねどここの内木が目の前に浮かびたる形は横幅広く竹詰まりし顔に目鼻立ちはまずくもあるまじけれど瓶薄くして首筋くっきりとせず。 どうより「捨て筆長く引いてみともなかりしかおかし」「刑事は東京に見てさえ悪い方ではないに大藤村の光る君貴郷ということにならば旗場の女がおしろいの塗り方思われるとここにての取り沙汰」「器量の悪い妻を持つぐらい我慢もなるはず」 水飲みの小作が今年で一足飛びのお大事になればとやがては実家をさえ現れて人の口さがなしおじおば一つになってあざけるような口調を刑事が耳にいらぬこそよけれ一人気の毒と思うはおぬいなり荷物は通運便にて先へ立たせたれば残るは身一つに軽々しき刑事。 今日も明日もと友達のもとをはせめぐりて何やらん用事はあるものなり。わずかなる一目の暇を求めておぬいがたもとを控え。我は君にいとわれてわかるるなれども、夢いささか恨むことをばなすまじ。君はおのずから君の本地ありて、その島田をば丸まげにゆいかえる檻の来たるべく。 美しきちぶさをかわゆき人にくまするときもあるべし我はただ君のみの幸せなれかし健やかなれかしと祈りてこの長きうばつくさんには随分とも親孝行にてあられよ母御ぜの意わるに逆らうようなことは君としてなきに相違なけれどもこれ第一に心がけたまえ。 言うことは王し思うことは王し我は世を終わるまで、君のもとへ味の頼りを立たざるべければ、君よりも実通に一度の返事を与えたまえ。眠りがたき秋の世は、胸に抱いて幻の面影をもみん。と、この世の数々を並べて、男泣きに涙のこぼれるに、 リアをのいてに顔を拭う様心弱げなれど誰もこんなものなるべし今から帰るというふるさとのことようかのこと我が身のことおさくのこと皆から忘れて世はおぬい一人のように思わるるも闇なりこの時こんな場合にはかなき女心の引き入れられて 一生消えぬ悲しき影を胸に刻む人もありいわきのようなるおぬいなれば何と思いしかは知らねえども涙ほろほろこぼれて一言もなし春の夜の夢の浮き端途絶えする横雲の空に東京を思い立ちて道よりもあれば新宿までは車がよしという八王子までは汽車の中 降りればやがて馬車に揺られて小仏の峠もほどなくこゆれば上野原鶴川野田尻犬目鳥沢もすぐれば猿橋近くにその世は宿るべし破形の叫びは聞こえぬまでも笛吹き川の響きに夢結び浮くこれにも腹綿はたたるべき声あり。 勝沼よりの葉書一度届きて四日目にぞ七里の化身ある風情二つ一つはおぬいへ向けてこれは長かりし刑事はかくて大藤村の人になりぬ今日はここまでといたします。ありがとうございました。